はいどうも、新宿109の健三です。本日なんですけども、逮捕されたマーケットピークの勧誘音声を入手しましたので、本日はそちらを公開していきたいと思います。今回勧誘してきた人物はですね、大阪のマーケットピーク構成員斉藤エリアナっていう、名前が清藤エリアナです。わざとエリアナに勧誘されて、その際に録音取ってたみたいなんで、今回はその情報提供で録音データをいただきました。斉藤エリアナに関しては、僕がマーケットピークのセミナーに突撃した時にもいました。そういう論点じゃしいりません。清藤エリアナ、逮捕されるにはいろんなね、悪質な勧誘行為があると思うんで、今回はその勧誘行為の一部始終を皆さんに見ていただければいいかなと思います。それでは早速どうぞ。悪いイメージを持ってらっしゃってて、あ、そう、うん、まあ、でも、ガチで、ガチでそこらの詐欺とかそんなんなわけないし、っていうのも私も龍之介も自分で確認して、あんまりすごいなって分かった上で、ほんまに本気で教えたいって今、そういう現状で友達に教えてるっていう感じなんですけど、それが悪徳、マルチ、詐欺とかそういうイメージを今持ってらっしゃってて、いや自分でも一人聞いていこうかなっていうのは、うん、まあ、どういうものなのかっていうのを自分で確かめたい、まあ、ほんまにすごかったら興味あるしっていう感じで、まあ、ガチでそんなレベルちゃうから、ほんまにちゃうからっていう話をっていうことだったんですけど、最初に言っとくと、まずこれマルチではないんですけど、はい、マルチで別に悪いものではないんです。うん、詐欺ではない。ちゃんとしたビジネスになります。で、悪徳マルチってなんで呼ばれるようになったかって言ったら、セミナーとかに何も言わんと連れてきたりするから。そうですね。で、あの、インスタブランディングで集客、札束とか、自分で実際稼いだやつ載せて、っていう方法で、あれ別に悪徳マルチではないと思うんですけど、無理やり連れてきてるわけで、まあ印象がってことで、まあまあまあ、そうですね、そういうのが多いからこれもそうなんやろみたいな、まあまあまあ、まずはそのまあ先入観はあります、結構そういう、じゃあもうめちゃくちゃ疑いにかかってきてください。その方がやりやすいです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ話聞いてから決めたらいいんですけど、はい、やるかやらんかは、もしやりたいなってなったらチームプレーにさ、私がサポートしていく側なんです。サポートしてくれる人がどんな人かわからんとか言ったら、リアルに簡単に自己紹介だけしてくれます。まず名前が清藤エリアナです。で、今19歳で今年たちです。この会社マーピーって言うんですけど、マーピーポンで今アフリカとしてるっていう感じ。自分と一緒の野球時間です。今26歳、今年27歳ですね、の方がおるんですけど、私、もともとずっと仲良くさせていただいて、ある日突然、稼ぎ方っていうのがあるねって教えてくださって、私、初めてカズマさんからこの業界の話聞いたんですよ。めちゃくちゃ感動して、まず、稼げる桁が違うんですよ。これやったら夢叶えるぞと思ったんで、その場でやりますって言ってました。で、なんで初めてから初月。1ヶ月目ですね。私はめっちゃ低い前なんですけど、50ぐらい、50もいかなかったです。48万円ぐらいでした。で、次の月からどん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 上がっていって、今50万以上継続して稼いでるっていう感じ。今月中に250万以上を目指してます。で、8月の月末ですね、震災橋のタワーマンションを購入しますっていう感じです。自己紹介を簡単に言うたら、ありがとうございます。この会社マーピーク、本間の名前をマーケットピークって言います。ビットコイン、仮想通貨じゃないですか。どんなイメージありますか。まあけど仮想通貨はやっぱり暴落っていうイメージが強いのもあるし、まあそうですね、けど結構時間を置いてたら稼いでる人もいたんで、まあ、まあ夢のあるものではあるかなと。じゃあマーピーのすごいところが、収入を日本円じゃなくてビットコインでもらえると思います。このビットコイン、いつでも日本円に現金化できるものです。で、
このビットコインがめちゃくちゃすごいからジュリちゃんも私もマーキーしてるんですよ。2009年に 0.07 円になるんですよ。今年2020年価値がめちゃくちゃ爆上がりしてるいくらなってるんですか。200万ぐらい。200万ぐらい。おー、1000円今308万円前この時に100円でも買っとったら3兆円ぐらいまで買っちゃうなと思ってエグいですよね。じゃあなんでビットコインみんなが欲しがるかっていうのを説明していきますね。なんで需要があるのか。送金速度が速い。ネットワーク上のお金なんですよ。 PayPay と一緒。 PayPay も電子マネーって言ってネットワーク上のお金じゃないですか。 PayPay は日本でしか使えないけどビットコインは世界共通で使える電子マネーっていうイメージを持ってます。2つ目、手数料が安い。220億円相当が10円相当。めちゃくちゃ安い。だから大手企業、トヨタとか日産とかあるじゃないですか。外国で莫大な売上です。何百億、何千億。それをそのまま日本に送ろうと思ったら、手数料だけで何十億円取られちゃうんですよ。だから、大手企業、トヨタも日産も売上をビットコインに変えてから日本に送金してきてます。今手数料10円とかで済むんですよ。で、まあ、ビットコイン当たり前の世界になってきてて、法定通貨というのは国で認められた通貨、日本でいう円、アメリカでいうドル、法定通貨がビットコインに変わったりしてるみたいなのが出てきてるんですよ。例えばドバイの会社ですか。マーピードバイの会社です。ドバイから日本に入ってきました。ドバイの法定通貨ドルとビットコインなんですよ。どっちも使えるっていうか、何買うにもビットコイン決済。日本人もあの円も使ってるし、ペイペイも使ってるし、ペイペイは法定通貨じゃないですか。これから国中、世界中のみんなが当たり前のようにビットコイン保有する世界です。何が言いたいかって言ったら、価値これだけじゃとどまれへんよねっていうことです。もっともっと、ただでさえ稼いでるビットコインがもっと稼げるんです。もっとプレミアがつく。この業界詳しい人みんなが言ってるのは2025年から26年1ビットコインの価格が1から2億いくと言われています。ここまでがビットコインの価格。じゃあここから会員になったらどんなメリットがあるかっていう話していきます。まずメリットが2つ。1つ目が教育。何の教育かって言ったら、暗号通貨ってビットコインだけじゃなくて何十万種類という数あるんですよ。それが何十万種類という数あって、その中でも価値が上がるもんもあれば上がらへんもんもあれば逆に下がっちゃうもんとか存在してた。マーピーはその価値が上がる通貨情報を教えてくれる会社です。こうやって上がるよっていう根拠とどれぐらい上がるよっていう情報をマーピーが全部教えてくれるんです。今のところ教えてくれた暗号通貨情報の価値が全部上がってるんですよ。マーピーが言った通りでも来月の分は分からない。来月の分は下がっちゃう可能性も 0% ではないです。絶対は絶対なくて、でも1年間ちょっとは上がってるんで信用はしていいかなっていう感じ。だからこれだけで稼いでる人たちもいっぱいいます。経営者とか社長とかも注目するぐらいいいメニューが1つ目。2つ目ピーク、マーケットピークになりますよね。このピークって何かって言ったら、マーピーも独自の暗号通貨を作っている会社です。このピークも数が決まってて需要があるから価値が上がるっていう仕組み。なんで需要があるかって言ったら、会員が今13万人ヨーロッパにいます。日本も含めて5000人、13万5000人全員に毎月数パーセントずつピークを配り続けてるんですよ。な数決まってるんで自然と配ってたら需要が上がっていくんですよ。だから自然と価値が上がっていくっていう仕組みにされています。私全然300倍とか400倍とかあり得る世界やなと思ってて、300倍400倍どころじゃないじゃないですか。そのこれから価値が上がるものっていうか、あのものを毎月もらえるっていうのが2つ目のメリットです。ここまでで質問あります。ドバイの会社っていうのはなんか理由があったりとかするんですか。単に日本に進出してきただけ。池田大輔さんっていう方が日本に。ああ、いらっしゃいます。特にはもう、そうですね。
ってます。はい、大丈夫です。じゃあ実際いくらから始めるかから最低でも2万円か。どんどんパッケージっていうものがいっぱい存在するんですよ。上がっていきます。コースみたいな感じです。で、最大2500万円することが。じゃあ、なんでこんなに値段違うかって言ったら、マーティーもやっぱり欲しいですよ。会員が肉に多く入れてほしいので、始める値段によって差別化したりしてます。例えば、教育、これ動画で見れるんですけど、動画の見れる本数が変わってきたり、多く入れてればいい情報がもらえたりするんですよ。ピークのもらえるパーセンテージも変わってきます。多く入れてれば多くピークがもらえたりする。ピークのもらえるパーセンテージなんですけど、2万円で始めたら 6%、 最大 17%、 じゃあ140万円の 10%、 分かりやすいのでこれ説明します。140万円で始めたら毎月140の10%の14万円分のピークがもらえるんですよ。これが12ヶ月間保証されてます。このピーク最低でも1年後10倍になるって言われてるんですよ。これ計算したら14万円かける12ヶ月かける10倍で1680万円まで価値があるんですよ。価値でも絶対は絶対に出てくるので価値が上がりませんでしたっていう可能性も 0% ではないです。100倍から200倍になったとしたら1億2億3億すごいことなんですよ、っていう可能性を秘めたのです。そのアムウェイとか聞いたことありますか？話聞きに行ったことありますか？アムウェイはありますか？アムウェイのビジネスモデルって商品をまず自分で買うんですよ。で、例えば10万円分買ったとして、それを売ることができなかったら自分で10万円赤字になっちゃうっていうビジネスモデルなんですよ。他のビジネスモデルってほとんどがそうです。紹介必須なんですよ。でもマーピーって紹介せんでもいいんですよ。自分で稼いでいけちゃうんだって感じで、まずピーク自体で毎月14万円分もらえたんですよ。それでもそれが価値がこれからも上がるを毎月もらえるっていう。より人に紹介するのも稼げるんですよ。まあ、よくありますね、なんか紹介料みたいな。そう、紹介料ってこと？例えば、なんていうか、その人がいろんな友達に紹介したら、その分バックとか、そういうパーセンテージがもらえるっていうのが結構ね、あるね。そっちがメインってこと？そっちがメインっていうか、まあ、アムウェイとかやったら、アムウェイ、そうです。そう、商品を売って、それを売った分のマージンを自分にもらえる。そうそうそう。売った人が売ればその下からもらうともらってくるからマージンがどんどん増えていくっていうのがあのやり方やけど、まあ言うたらネズミコンみたいなやつになってまうから。いや、アムウェイちゃんとした会社です。ガチで信用も厚い会社です。けどビジネス、そうですね、ネズミコンとかやっぱり日本ってまだまだそういう印象が、まあそうですね。マーピーも自分で稼いでいけるけど知名度上げていきたいんですよ。どんどんどんアフィリエイトボーナスって言ってマルチとは違います。ネズミコとも違います。ネズミコはまず論外です。犯罪に、まあ、見てるから勘違いされちゃうんですけど、ほんまにすごいなって思って教えてあげたいなって思ったら教えてあげたいです。プラスアルファで広告収入みたいなのもらえるんですよ。ボーナスボーナスプラン5つあります。主な3つ説明します。1つ目が直接紹介です。会社を広めてくれてありがとうっていうことでボーナスをくれるんです。計算しやすいので100万円でやったと言います。A 君に教えたもので、A 君もこの会社のマイスプラン100でやったとします。会社が直接紹介ボーナス 8%、 8% の8万円を日給でくれるんですよ。これ毎日ではなくてこの子が登録したその日の日給です。じゃあ A 君が誰かに教えてあげる場合があります。 A 君が B 君に教えてあげた場合100万円でやったとします。そんなら日本の会社も一緒なんですけど、そうですね、アムウェイも一緒。
下の人、会社員が出した売り上げが何パーセントかが部長とか課長とか社長に入ったりするんですよね。それって権利収入って言いますよ。1段目8%、2段目なんで 2%、 言うたら社長の立場と一緒、オーナーなんですよ。権利収入入ってきます。 2% なんで2万が日給でもらえるっていう感じ。これが5段先までもらえるっていう仕組みで、ちゃんと段数が決まってます。で、8%、2%、1%、0.5%、 これが1つ目のボーナス。2つ目、サイクルステップボーナス。まず、始めましたってなったら、チームを2つに伸ばしていく会社なんですよ。右チーム、左チームって言います。この仕組みのことをバイナリー式って言います。じゃあ、大きく分けて右チーム、左チーム。左チームには A 君をつけたんです。A 君100でやりました。右チームには、C ちゃんにしよう。C ちゃんをつけたとします。100でしました。ほんなら会社が右チームと左チームで100万円のサイクルを着てますね。ターンラッシュのボーナス。100万円のサイクルステップボーナス 6%。6万円を日給でくれるっていう感じです。これもサイクルが起きたその日の日給。じゃあ、その時点で2人に教えてあげただけなのに、8万入ってきて、プラス日給22万円っていう状況なんです。1日でサラリーマンの月収余裕で超えれるっていう感じです。これは段数決まってないんですよ。組織伸ばせば伸ばすほど自分に収入入ってくるけど、1日にもらえる上限っていうのはしっかり決まってます。これ決まってなかったら犯罪になっちゃうんですよ。ネズミ講と一緒になっちゃう。だから1日にもらえる上限っていうのは決まってますっていう感じ。このバイナリー式って仕組みがめちゃくちゃ伸びやすい仕組みで、みんな22で伸ばしていくんですよ。2倍2倍2倍で伸ばしていく。1年後見越してすごいことができると思います。何千人何万人って仕組みが出来上がってると思います。ってなったら、そこら中で自分の知らんところでサイクルステップ祭りが起きまくるって。これ権利収入が2つ目のボーナス。3つ目、キャリアボーナス。 A 君が仮に50万円でしたとします。な、会社が売上50万円達成しましたねって判断してくれるんですよ。達成おめでとうっていうことで称号をくれます。その称号のことをキャリアって言います。このキャリアボーナスがめちゃくちゃすごい。5000ドル達成しましたねってなったら、まず達成ボーナスで100ドルくれるんですよ。1万3000円ぐらいで、直接紹介ボーナスの 8% ももらえるんで、50の 8% は4万円、キャリアボーナス 4%、 50万円の 4% もプラスでもらえるっていう。50の 4% は2万円、この日の日給7万円っていう状況です。じゃあ A 君が教えてあげた B 君が100でやったとします。権利収入入るのは多いですか。 2% の2万円プラス100万円の 4% ももらえるんですよ。4万円、この日の日給6万円できる。じゃあこれも5段先までもらえるっていう仕組みなんですけど、直接紹介ボーナスが 8%、2%、1%、1%、0.5% っていう感じ。ここまでで質問ありますか。もしこれ逆上がっちゃって1割切った場合って、まあ、言うたら損しちゃうじゃないですか、はい、そういった可能性としてはゼロではない、はい、そういった場合の保証とかもなしで、保証っていうか、まずゼロを切ることはないと思うんですよ。需要がありすぎるんですよ。まずピークディーファルト通貨自体、会社自体がまずピークを保有してて、それの価値を上げていく会社なんですよ。上げたい会社、自分の暗号通貨が上げていきたいんで、もし下回った時は会社が倒産するっていう、でも倒産する心配はまずなくて、メインはこっちなんですよ。ピークはただ単に上げてるだけなんで、ここで保証とかはないんですよ。だってプレゼントしてるだけなんで、別にみんなこれを買ってるわけではない。教育するためのパッケージを購入したらおまけであげますよ、付録みたいな感じです。それなかったとしても誰も文句言わないっていう感じ。
教育受ける権利と事業展開していくための権利をもらえる。そのおまけでピークを上げます。でこのピークはもともと会社が持っているものなんで、ここにコストはかかっていない、うん、で会員13万人にこれ配ったとしても会社には負担になってない、うん、だからマーピーは投資会社ではないんですよ。教育していくための会社、英会話教室と一緒、英語を習いたいってなったら最初の教材費を払うじゃないですか、うん、それと一緒です。でもうちょっといい教育受けたいなって思ったら増額っていうのも、これで始めたとしても増額138万円プラスで払うだけで差額をパッケージ昇格っていうのができる、まあ、英会話教室やったら夏期講習に追加で通うみたいな、そうそうで、その時にもらったアメちゃんの価値が上がるみたいな感じですよねめっちゃ簡単に言えば、うまいですか、うまい、こんな感じ、うん、セルティさんインスタもしてるんですけど、まずネズミ子が詐欺してる人たちで、まず CEO の顔が分からへんとか身分が分からへんってことがあります。だって顔出しちゃったら全部身元バレて命狙われちゃうから、詐欺してるってもバレてるから、だから顔出ししないんですよ。けどマーピーはちゃんとしたホワイトカンパニーですよって根拠と実績と会員からの信用もあるから、セルゲイさんは全部プライベートインスタとかに載せてます。もしこれ詐欺やったらセルゲイさんに命危ないんですよ。公式マークとかもちゃんと持ってる、これ著名人しかもらわない、信用ある人しかもらえないマークなんです、まあ、実際会えたりするの、私も会いに行きます、会いに行きます、はい、これセルゲイさん、セルゲイヘックのユニフォーム着てるんですよ。世界7位のチーム、ウェストハムユナイテッドっていうチームなんですけど、マーピーこのチームのスポンサーになったんですけど、日本のそこら辺の企業に全然信用ある会社、ありがとうございます。違うやろ、レベルが違うやろ、はい、うん、その規模の会社で、まあ、規模はすごい、でも法律スレスレ、待て、法律スレスレ、法律スレスレ、どういうこと、まあ、上限ないから、あるから大丈夫です、うん、一歩間違えたらネズミ子、ネズミ子って上限決まってんの、全然違うかった、信用もやばいと思ったよ、信用はあるし、しかも受けてる監査の意味、世界一信用のあるセキュリティ会社から監査依頼が来てんだ、まあそれも教えてもらえるけど、価値でエグいね、ほんまにちゃうねん、そこらなんか悪徳詐欺とか大稼げるって出さないな、絶対は絶対ないからね、まあでも稼げる可能性しかない自信があるから教えてるって感じかな。今何ぼ稼いでる？これでやって、で80万だろ、次だけど、ピークディファイはもちろん価値が上がる1、2年後まで所有してるから、それは入れてた、アフィリエイトビットコインだけで損じる、なんか今まあ思ってたのとは違う、うん、違うかった、うん、まあ疑いから入ったけど、よく全部晴らしていただけたっていう感じです、あやんなかった、ありがとうございますやってみたいか、やってみたくないかで言えばどうですか、まあ、やってみたい気持ちは全然あるんですけど、そこまでそうでも、まあ、うん、今貯金何個ぐらい、今800、やったらマジで稼げるよ、ちょっとずつ不安を解消していったらいいかな、もしデメリットを挙げるとしたら何かありますか、デメリットとメリットとか人によって違う、まあそうですね、まあ、デメリットももちろん人によっちゃあります、まあ、莫大な100万とか欲しいのであればやっぱり事業展開が必要、それがデメリットっていう人です、あとは全部自己責任、会社はただ単に教えてくれただけで、うん、会社が責任を取ってくれるわけで、それを自分で勝手にして、うんうんうん、
そういう、まあ、自己責任はまあ、どうしてはないですけど、こういうのも、それはそう。当たり前にしてはないですね。金を扱うんやったら、まあ、それはそう。ぜひ、カズマさんにお会いしてみますか。今ですか。いや、今いけるか分からない。はい、また、次の機会にじゃあ。電話したらワンチャンいけるし。ワンテッドかも。あ、違う、教育で提供される情報が、まあ、信頼度って言ったら言い方悪いけど、まあ、そんなにまだ自分の中では信用してないというか、情報、その情報、それはもう仕方ないです。会社の信用、これだけ見て信用できないのであれば、もう私たち何言っても無理やから、一回聞いただけっていうのもあるし、そこが5回というか、まあそうですね、まだ5回というか、じゃあいくらでパッケージやってみたいとかあります。別に全然出せるぐらいだとしたいですね。150、200、300、ね、貯金がから出せるのって、あ、お正月まで会社がお金にすごい信用もあるってことは分かると思うんですけど、まあ、出せる分に日本が800ぐらいで出せる分は出したい。なんで、教育の聞きたいこと、教育を聞きたいこと、そこら辺の不安を解消できたらぜひ進めたいっていう感じなんですけど、カズマさん、今の時間あるのであれば、そこら辺の不安を解消させていただきたい。誤解が解けたっていうのが一番嬉しい。マルチ違うかな。化粧品、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。こんな感じで OK ってな。今からやったらそれちょうど向かってる間ぐらいで準備できるから。じゃあ、石谷さん、ありがとうございます。あの、カズマさんがどんな方か、はい、あまりすごい方が、帽子とかちゃんとね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでご覧いただきありがとうございます。斉藤エリアナはマルチ商法の勧誘なのに、これはマルチ商法ではないからとか言っといて、なぜか悪徳マルチとはっていうところを説明してましたね。斉藤エリアナがタワマンに住んでたのか分かんないんですけど、多くの人を騙してきてるのには間違いないと思うんで、捕まってはないんですけど、斉藤エリアナは、間違いなく犯罪者なんで、皆さんもそういう人間にならないように気をつけてください。もし今後皆さんがマルチ商法の勧誘を受けるなら、録音必須でお願いします。ということで本日の動画以上です。ありがとうございます。